どうし、待ってて。暗いの苦手。どうしよう、ちょっと考えてみよう。うまく使えるかな。よし、できた。ライムたちは負けない。よし、どんどん行こう。スターメリーコメント。負けない。破壊の一撃。戦闘開始。頑張っていこう。グレイトウェイブ。次はどうしよう。ライムたちは負けない。頑張っていこう。
始めよう。頑張っていこう。必殺の楽勝だったね。飛ぶ。基本は大事。頑張っていこう。このゾーン嫌い。やっ、始めよう。Thank you.
ない。いつも通り落ち着いて。どうしよう。これならどうかな。次はどうしよう。すごく暗い。
戦闘開始。助かったよ。ほんと、一面ピンクね。いつも通り落ち着いて頑張っていこう。待ってて。クマさん、どうする？Thank you.
ありがとう。ありがとうございます。あと予定ある？ねえ、香織、放課後時間ある？陸上部には戻んないよ。何度も言ってんじゃん。そう言わないで、走らなくてもいいからさ。走らないのに行ってどうすんの？リカは私にタイム測ったり、ドリンク作りだけさせる気？そういうわけじゃ。はあ、もうパスパス、言っても邪魔なだけだって。それに今他にやりたいことあんの？やりたいこと？そうなの？ゲーム。
え、またスマホ？香りそればっかじゃん。もういいじゃん、私のことなんだからほっといてよ。なんだか喧嘩してるみたい。あの二人はいつもあんな感じだよ。リカチンはカオリンに陸上部に戻ってほしいんだね。リカチン？カオリン？吉村リカちゃんと三井カオリちゃん、二人とも同じ中学の陸上部出身なの。でもカオリちゃんは高校では陸上部に入ってないみたい。ねえ、香織は私よりも早いのにどうして辞めちゃったの？もったいないよ。早いって言ってもたかが知れてるじゃん。頑張ったってインターハイに出られるとも思えないし、私の中で陸上は終わってんの。でもインターハイが結果だけが全てじゃないでしょ。他にも大切なことがあるはずだよ。みんなでバトンをつないでいく感動とか、そういうのだって。それはリカ、あんたの考え方だって。それはそうかもだけど、あ、ほら、ミキ先輩もきっと会いたがってるよ。それは会いたいでしょ、ミキ先輩。うん、まあ私たちが陸上を始めたきっかけだもんね。最近また100メートルの記録を更新したんだよ。だからよかったら香織も応援に。ごめん、やっぱパス。え、先輩が頑張ってるならそれでいいよ。また何かあったら話聞かせてよね。じゃあね。二人とも先輩に憧れて陸上を始めたんだ。私も誰かに憧れてる時期があったな。ひなちゃん、リカチンが気になるの？あ、うん、元気ないみたいだから。かおりちゃんのこと考えてるのかな。どうなんだろう、でもすごく深刻そう。気になるなら話しかけてみたら？うん、それもそうだね。吉村さん。あ、白井さん。あ、ひな子でいいよ。あ、そうなんだ。うん、じゃあ私もリカでいいよ。そう、わかった。リカ。何？その、どうしたのかなって。元気ないみたいだったから。うん、リカ？誰にも言わないって約束してくれる？もちろん。絶対秘密だからね。実は陸上部の部室で隠しカメラが見つかったんだ。盗撮だよね。うん、まだ犯人は捕まってなくてすごく不安で、それに事件のせいでみんな練習に身が入らないの。ルノ、そうなんだ。盗撮か、それは許せないよね。
よし、ひなちゃん、ゆずたちで犯人を捕まえようよ。え？だって放っておけないでしょ。助けてくれるの？そうだよ、ライムたちに任せてね、ひなちゃん。うん、やってみるよ。みんな、ありがとう。それじゃあ、リカ、その時の詳しい状況、教えてくれる？もちろん、カメラが見つかったのは、昨日の放課後なんだけど。うまくいけばフラグメントを手に入れられるかも。どういうこと？盗撮をするような人がまともな精神状況だとは思えない。それそういった感情が強く揺れ動くときは暴走する人が現れやすいの。え？じゃあ犯人探しを引き受けたのって？それはもちろん、リカチンのことが心配だったからだよ。あくまで目的はリカチンを助けることで、ついでにフラグメントも手に入ればって話。利用するみたいで、ちょっと罪悪感もあるんだけど。ユズは気にしすぎ。お互い得するなら、何も悪いことはないでしょ。ユズがよく言ってるウィンウィンってやつだよ。そうなのかな。ウィンウィンってそういうことなのかな。だけど犯人を探すって言ってもリカちゃんからの情報だけじゃ何もわからないね。手がかりが欲しいね。聞き込みをしよう。そうだね。こういう生徒の噂を知ってそうなのは。信ないかな。最強かも。
最強。知ってそうな人っていないかな。そうだ、アコに会いに行ってみようよ。何か知ってるかも。あ、ひなちゃん、ナイスアイデア。そうだね、あっちゃんなら調べてるかも。放送室に行ってみよう。うん。その件ならもう犯人捕まったよ。え、嘘。マジもマジ、大マジだって。犯人は2年の長戸美希って先輩、陸上部員で次期部長だって言われてた人だよ。同じ陸上部の人だったんだ。人間、裏では何を考えてるか分かる。努力家でインターハイも夢じゃないって言われてたのに、なんでだろうね。そうなんだ。今回はハズレみたいだね。誰も暴走しなかったみたいだし。もうライムは、犯人は無事に捕まったんだからいいじゃん。別にフラグメントが手に入らないならライムには関係ない。でもこれ記事にもしにくいんだよね。こういう事件ってゴシップ寄りじゃん。ああいう下世話な感じの煽りって考えるの好きじゃないし。あれ、でも白井ちゃん。ううん、なんでもない。なんだろう、何か引っかかるような。とにかくリカチンに報告に行こうよ。そうだね。リカと三井さん、なんだか様子がおかしいね。嘘、ミキ先輩が犯人なわけない。私だってまだ信じられないって。でも実際そうなんだから仕方ないじゃん。二人とも犯人のこともう知ってるみたいだね。それにしてもどうしてあんなに怒ってるんだろう。あ、会いたいでしょ、ミキ先輩。うん、まあ私たちが陸上を始めたきっかけだもんね。最近また100メートルの記録を更新したんだよ。アコから聞いた犯人の名前、
リカたちの憧れの先輩だった。ひなちゃん？っていうか、こんな時までゲームしないでよ。香織は悲しくないの？香織！悲しいに決まってんじゃん。先輩のことすげえ尊敬してたし、目標にもしてた。それが裏切られたっていうか、話聞いた時マジで幻滅したし。だから何だっての？だからってどうもできないでしょ。そんな風に怒鳴ったらどうにかなるわけ？先輩が犯人だったって事実がなくなるわけじゃないじゃん。それは日菜ちゃん、喧嘩を止めないとだよね。二人とも落ち着いて。誰？ひなこちゃん。先輩のことショックなのはわかる。でもだからって二人が喧嘩するのは違うと思う。何が違うっていうのさ。あんたは関係ないんだから放っておいてくれない？そうだよひなこちゃん、悪いけどこれは私たちの問題なの。先輩に憧れて陸上部に入って今日まで頑張ってきたのに。暴走が。本当許せない。私ら裏切られたんだよ。こっちも。まさか二人同時だなんて。まずいね、これは。順番に入るしかない。それしかなさそうね。でも顧問はみんなで共有している集合的無意識の世界。同じ感情が暴走しているのなら二人のフラグメントも近い距離にあるかも。わかった。行こう。二人とも絶対に助けてみせる。今回は悲しみのゾーンみたいだね。ここまで伝わってくる。胸が張り裂けそうなくらい悲しい気持ち。早く見つけないと。行こう、ひなちゃん。うん。
く終わらせよう。フラグメントがいくつもある。それに魔物がたくさん。多分盗撮されてショックだった。他の陸上部員たちのだと思う。それに魔物が引き寄せられてるんだね。まず魔物を倒してみんなを助けないと。わかった、二人とも行くよ。このくらいすぐ終わるね。よし、どんどん行こう。必殺のー次はどうしよう。あと一撃なら。ひなちゃん、今のうちに固定化して。これ全部？ううん、さすがに面識がない人のフラグメントの固定化は難しいと思う。その人がどんな人かわからないと、どうしてそんな感情を持ったのか理解できないからね。だから今回はリカちゃんとカオリちゃんのものを探してほしいの。でも一体どれが。ひなちゃん？多分このフラグメントだと思う。なんとなくだけどそんな気がする。どうして、どうしてミキ先輩はあんなこと。私たち本当に憧れてたのに。ひどいよ。なんで先輩は私たちの目標だったのに。本当裏切られた気分だよ。二人にとって先輩は陸上を始めたきっかけなんだよね。私もまだうまく踊れなかった頃、同じバレエ教室の先輩たちがすごく大きく感じられた。でも先輩たちの人となりを知っていくと、意地悪な人もいたりして。バレエは上手いのにひどい人だなって思った。勝手に期待して、勝手に幻を作り上げて、勝手に裏切られただけ。でもやっぱり悲しいよね。大丈夫？二人とも。
か気持ちがわーってなっちゃって頭の中がごちゃごちゃっていうかわけわかんなくなっちゃった。この指輪をつけてみて、落ち着くと思うよ。何それ、パワーストーンかなんか。気休めでもいいじゃん、ほらほらいいからつけてみてって。ありがとう。まあいいけどさ、はあ、なんか疲れちゃった。ひなこでいいかな。さっきは八つ当たりしちゃったね。私のことも代わりでいいよ、あんま堅苦しいのは苦手だしさ。あ、うん、わかった。香り、うん。それよりさ、なんだかごめんね、本当に。あんたたちのこと巻き込んじゃって。勝手に私らが憧れてさ、勝手に幻滅したってだけの話なんだよね。別に先輩だってそう思われたかったわけじゃないだろうし、先輩も勝手に期待されることに疲れちゃったのかもね。先輩も本当は結果なんて求めてなくて、ただ陸上が好きなだけだったのかも。それがいつの間にか純粋に楽しめなくなったりして苦しかったのかな。そうだね。まあ結果のない頑張りなんて私には理解できないけど。香り、その陸上をもう一回頑張ってインターハイとか目指したりはしない？また一緒にバトンをつなぐことできないかな。それはもうやらないって何度も言ったじゃん。でもやっぱり私は香りと一緒に走るのが楽しかったから。ごめん。フラグメントを手に入れても問題が解決するわけじゃないか。それじゃ、私もう行くわ。リカ、その…大丈夫だよ、ひなこちゃん。先輩も、陸上も、私たちをつなぐものはなくなっちゃったけど、でも私たち友達だから、これからもずっと仲良しだよ。いつかバトンを受け取ってくれる日が来るかもって信じてる。そうに決まってる。そっか、うん、そうだよね。